探していたんだよ。長いことな。俺の父親ができなかったことができる父親をずっと探してた。命を投げ出す父親だ。息子を救うためにな。ずっと探して探して探し続けて、そんな時君を思い出した。あれだけの殺人を、息子を救える父親を見つけるためだけに。見つけるためだけだと？自分が父親にとって何の価値もない存在だと知るのがどんな気持ちかわかるか。いいか、俺だって犠牲者たちと同じくらい苦しんだんだ。試練は全てクリアした。さあ息子を返してくれ。そこだ。鉄格子を開けるだけだ。次第腕、足、スナイパーの準備を。はい、警部補、配置に着きました。
よし、今度は逃げられないぞ。奴が顔を出したら撃ち殺せ。おい、お前何してる。警部補、私はマディソン・ペイジ、ジャーナリストです。イーサン・マーズの無実を証明できます。彼は犯人じゃない。ジャーナリストはここで何してる。全員に公害するなと言ったはずだ。こっからつまみ出せ、仕事の邪魔だ。わかりました。さあ来るんだ。あなたは大きな間違いをしてるんです。イーサン・マーズは無実よ。死なないでくれ、お願いだ。息をするんだ。死なないでくれ。ダメかと思ったよ。アッシュ、この女をつまみ出せ。彼は犯人じゃないわ。彼は無実よ。さあ中に入って、いくつか質問するだけです。落ち着いて、時間は取らせませんよ。ドアを開けないと外へは出られないんだよ。もう二度と僕を一人にしないで、パパ。絶対にしないって約束するよ、ショーン。約束だ。
しないで。